だね。あれですあれ、あそこに行くんですよ。ちょっと雨が強くなったんでね、もう本来の形はね残ってないんですって。畑なんですよ、上がね豊富魚だからね、わからないかね、形こんな感じでこう来て、もうだいぶ削られてるから形がわからないな。地獄がここから上がってみましょうか。はい、これは右打ちになってんねんか。あかんかね、誰かいらっしゃらんかね。誰もいらっしゃらんね。ちょっと上上がりたいんだけどね、誰もいらっしゃらんかね。いらっしゃらんね。こっちは墓になってるよね。いや、あの上上がりたいね。もう墓になってるよね、これ。お墓でございます。ちょっとどっか入れんかね。あれ？もう回れませんか。ああ、回れませんね、これは。残念でございますね。はい、これは室宮山古墳ではなく、この大きさです。240メーター。この大きさでございます。もう竹いっぱいでございますからね。これ入れるの。果樹園だってことですね。これもね、これもちょっとね、ちょっとね、入ったらあかんって雰囲気をね出してありますんで、やめておきましょうかね。なんかそこあるんだけどね、これ看板が、お、看板ありました、ありました。古墳一辺63メーター、猫塚古墳。どうしよう。ここ上がってええんかな、これ。ちょっといかんかな。あそこなんか燃やしてあるけどね。ここにも、あ、こっちも同じか。燃やしたら後なんだけど、ちょっと上がってみようか。失礼いたします。ほら、火燃やしたら、あ、上畑でございます。ここちょっと横歩いてみましょうか。こう冗談なんだ。こうこれが墳丘でございます。墳丘が眺めはね、京奈和自動車が見えてます。これ何やったっけ、水仙です、水仙ね、はい、水仙で思い出したな。5万本の丘に行ってないな。あれは千早赤坂村でございます。もうだんだん残ってますけど、これね。
ょっと泳いだれんか、これやめておきましょう、これはい、これやめておきましょう。分岐に一応登りました。これやっぱり対乱したんだろうな、これな。なんでね、はい、退散しましょう。あれ宮鈴鹿古墳かね、あれが。いっぱい飛べますよ、ここ。はい、ありがとうございました。